皆さんこんにちは、よしまるでございます。神様チャレンジのゾーマですね。まあパーフェクトクリアということで、一応6ターン、え、な、ん ?8 ターンだっけ。ターン制限がかなりきついですよね。で、まあ、8ターンか。はい。で、まあ、今回ガチャでかなり強化をしまして、3人ルビ盾を用意することができましたが、まあ、用意できなくても突破できたかもしれません。もうコツは、とにかく、まあ、バイキと戦いの歌で、ギガストを持ちが、やっぱりいいので、まあ波動が来た後ですね、必ず、今波動来ましたね。この後に、ギガストの人にバイキ、もしくはまあタタウタはちょっと重いんでね、バイキがいいかもしれない。バイキを入れて、ね、ギガストを入れていくと。で、まああとはもう、あ、また波動が来た。危ないね。はい、ここで打って、ギガスト、クロスがもう発生するのを祈ると。まあ発生しなくても、まあいけるのかもしれないんですけど、やっぱクロス発生した方が全然ね。あ、発生しなかった。悔しい。声は後取りでございます。とにかくもうスキルをガンガン打ってください。防御しているともうターンが間に合わないです。まあ今回はもう、パーフェクトクリア一気に目指したという形で、お、すごいね。今のはもう特殊だよ。しかもクロス、ちょっとこれは今のはもう運が良すぎましたね。はい。頭発生した小玉、なんだっけこれ。忘れちゃった名前が。で、なんかこの動画一時的にちょっとね、一時停止をしちゃいましたので、一瞬途切れます。ごめんなさい。ただやっぱり輝く息とか怖いんで、ところどころまあガード入れて、あとまあルビ盾なので、まあそうですね、メガライヤーとか、あとまあマヒャドとかはなるべく軽減したいなっていうのもあります。でノーデスはこれはミッションにはないので、とにかく、8ターンまでに倒せるように攻撃スキルをまずは回していく。で、かなり僕効率悪いです今回。結構焦っていて、スキルの打つ順番間違えていたりとか、いやそこでそれ打つみたいなことはやっちゃってますね。で、なるべくタタウタとかも入れていって、まあ、ただやっぱり反動の後の方が本当はいいんですけど、まあどんどん攻撃していかないとターンが間に合わないのでですね。あ、波動が来ちゃったね。これで戦う、せっかく攻撃力アップしたのにっていう。まあ本当にクロス発生してくれると大きいです。で、一応マヒャドが来るので、まあガード体制に入りましたが、まあ、あ、本当ここで間違えてちょっと一時停止ちょっとなんかなっちゃいましたけど、まあね、呪文向こうがあると今ナウシカ助かりましたけどね。でもうあと1ターンしかないです。ここで7ターンだもんね。で、バイキの用意をしています。まあバイキで本当にギガストクロス発生すれば一気に抜けるので、それを期待して、で波動がちょうど来てくれたから、で今8ターンでしょ。もうあと1ターンで倒しきらないといけないんですよね。なのでもうオンステも準備して、まあ、なるべくデインを最後に、あ、ナイスクロス。で、オンステも入った。デインを、まあ、ラスゲに本当は持っていった方がいいんですけどね。あと、このメガライヤーがもうどこに飛んでくるかで、これ運ゲーですね。タタウタ、ギガスト、イナズマレプーザンと。さあどこに入るか。激怒、まだ飛んでこない。メガライヤー、輝く息が先か。ナイスデイン。でもこれギガストリーム700か、あともう少しなんだよね。輝く息、おっと危ない。これはよく耐えた。まあただここでちょっと勝ちは確信したかな。ギガストがまだ残ってるんでね。はい、これでなんとかいけました。
とにかくもう攻撃スキルをバンバン打つということと、タタウタンバイキが入っていないと、まあ今攻撃力アップが入っていないと削りきれないと思います。ギリギリです。もうなんていうのかな、結構なところでもう8ターン目いっていって一気に駆け抜けたという感じなんで、ギリギリだったかもしれないですね、これでもね。はい、で今回はヤモリさんお借りしました。ありがとうございました。一応パーフェクトという形になりました。はい、軽くちょっとスキルだけ見てみましょう。一応、黄金の土で、まあ、なるべくバフですね。タタウタとか、バイキルトとか、戦いのストンプもあったね。で、ギガストネズミできるんであれば、これが一番ベストですね。で、まあ、こちらは天狗のベルとかあんま使わなかったけど、とりあえずマラ回復薬ということで、ハグメタ無凸ですけどね。はい、こんな感じで一応クリアできました。まあこの辺になるともう助っ人さん次第っていう形になると思います。でもう一度だけまとめますと、とにかく8ターンのターン制限がかなりゾウマきついと思います。なので、これはもうギガストン持ちをなるべく、はい、耐性を備えているのでギガスト持ちで、まあ、最悪メラ耐性なくてもメガライア、じゃ、メラガイアが、間違えた、俺メガライアって言っちゃった今、メラガイアがどこに飛んでいくかっていう運ゲーだったりもするんですけど、まあルビ盾で攻撃呪文を無効にしても波動で消されちゃうし、まあでもメタ盾3人分用意っていう方がね、結構敷居高いと思いますからね。まあいろいろどういう構成でいくかというのは難しいんですけど、まあとにかく、8ターンクリアっていうのが僕はなかなかできなかったです。ただ、まあうまい具合でバイキ入れてギガストダブルで発生してくれたら、まあかなり削れたので、まあそれでいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、助っ人さんはギガストなかったから、もう自分のほとんどギガスト2本で削っていったっていう感じですかね。で、まあ、やっぱり天空剣が優秀ですよ。ギガソードもあるし、まあ、ギガストも積めるしということなので、まあ、なるべく、その、まあ、僕はちょっとハグメタ、まあ、無凸しかなかったんですけど、もう一人バイキいれば、もう波動の後に、二人分にね、バイキ突っ込んじゃってギガストギガストで打っていけば、多分もっと早くクリアはできるんだと思います。まあ僕はちょっとね、なかなか耐性装備もきつかったりとか、武器も本当にサポート武器が持っていないので、まあ結構縛りのある中でのクリアという形になりましたけれども、はい、まあ皆さんもとにかく僕はキーワードはバイキとギガストかなというふうに思っております。ということでこんな感じで、ゾーマ、はい、やってみました。また次は、レオダーマか、チャレンジしてみたいと思います。